オプションのデジタルオーディオシステム用コントロールパネルが灰皿部分に取り付けられています。オプションの TFT メーターのケースが装着されました。必要なパーツが取り付けられ、完成したダッシュパネル。スイッチ類はトグルタイプからプッシュタイプに変更されています。USB ポートもダッシュパネルにあります。センタートンネルのカバーに合皮を貼っています。カバーが取り付けられました。走行用バッテリーが搭載されるボンネット内の配線も進んでいます。シートの張り替えも完了しました。フロントシートはブラックとグレーのツートンカラーでオーダーしています。